なんか今の感じだと食べ物の飲み物きっと余っちゃいそうな気がするのでみんな食べ物なるべく取って。めっちゃ回せると多分会場に迷惑がかかるので。PDF ビューアーがあったんですけど、リム GCJ のビルドを迫られたのでやめました。まず自己紹介です。青田直弘と言ってます。ツイッターはこんな感じで、慶応大学でまだ犯罪だと思われてるらしいんですが、卒業してファイルシステムの研究をしています。人数コミットで趣味はファイルシステムを壊したりちょっと話の顔を見たりで、最近なんですが、バトン FCT を最近かけてて、2月10日頃にバトン FCT 最近ロストプラスファウンドっていうのをサポートして、なんか切り離されたファイルをロストプラスファウンドに移動してくれるんですけど、なんか移動してくれなくって失敗してるみたいなことを書いてたら、バトン FS の中の人からメールが来て、おーっとなんか変な感じになってる、なんだろう。なんかとりあえず昨日メールがバトン FCT の中の人から来て、お前ツイッターでバトン FCT が動かないっつってたならどういうことだってメールが来て、の人にはすいませんっていうこういうログが出てましたみたいなことを話してたら、まあなんか近日でパッチ投稿予定だそうです。交互に期待治るらしいです。なんだろう、なんかすっげーめちゃくちゃな感じ。本日はなんかジャーナリングの歴史を話したいと思います。ジャーナリングの話なんですが、ざっと説明すると皆さんご存知だと思いますが、適当にファイルシステムにデータを書くとファイルシステムが壊れますと、一貫性を持って書くべき変更なんか中途半端になったりして、なんかディレクトリが指してるファイルが見つからなかったり、ファイルのデータが変なところを指してたりとかすると、でそれを防ぐためにジャーナリングっていうのが広く使われていて、まあ、一度ジャーナリング書いてこれから書く内容を、まあ、先に書いておいて、でもう一回別の領域の本当の領域に書き込むと、でそんなことをやっておいて、まあ、ランチ中で死んでも大丈夫みたいな感じになってるですね。はい、でこれの書質なんですが、1987年のリインプリメンティングデサイダーファイルシステムユーディングロギング&グループコミットっていって、この頃はなんかやっぱデータベースからもともとこの辺のやつが来てるので、ロジングとかで名前を言ってて、ジャーナリングって名前は全然出てきてないんですね。でこれ何でやってるかとか、ドラドダンデライオンとかで動いていたセダーっていうプログラミング環境をドラゴンっていうマシンに移植するにあたってジャーナリングが追加されました。なんかタイプの名前を聞いていきますね。セダー、ドラドダンデライオン、ドラゴンさんが、まあ簡単に言うと、まあ、セダーというとプログラミング言語の名前で、なおかつセダーが動作するプログラミング環境の名前でもあると。まあ、プログラミング環境というのは見てみると結局 OS みたいな、ざっくり言えば今で言えば OS みたいな感じですね。論文があるんですけど、セダーのはこんな感じですみたいな感じで、ハードウェアがあってこういうファイルシステムレイがこうなってみたいなことをプログラミングエンバイロメントとして紹介しています。ドラドダンデライオンっていうのはなんか D マシンと言われるリスクマシンで、おーリスクマシン来たみたいな感じで、ドラドのスペックなんですが、24bit というラージバーチャルアドレススペースと 1024×808 のラージでハイリソリューションの白黒ディスプレイを最大 32MB までの物理ディスクを扱うことができます。素晴らしいスペックですね。で、この全ジャーナリング時代ってやつで、ね、トライデントディスクっていうものを使っていて、これがトライデントディスクです。SSD じゃん。なんか人気だ。すみません。まあなんかこんな感じのディスクをガッサンとかして使ってたらしいです。まあ、最大30メガらしいですが、実際には10何メガぐらいとか、そんな感じまでしか使えなかったです。でトライデントディスクなんですが、トライデントディスクフォアジアルトっていうなんか文献がありまして、これにトライデントディスクの標準的なフォーマット方法について書いてあります。
各トラックが9セクター ×1120W に分かれておりまして、このセクターがさらに3つの部分に分けられます。1つがヘッダーで、ここにセクターのディスクアドレスが書いてあって、まあ、変なところ読み込んでないかとかコントローラーが検査する部分で、ちょっと飛ばしてデータ本体がまああると。そこまではいいんですけど、この真ん中にね、ラベルっていうやつがあるんですよ。で、MARSの保管できるラベルっていうやつがいて、各セクターにラベルっていうなんかメタデータみたいなのを別に付けられるよという機能がトライデントディスクにはあったということになっております。で、ジャーナリング以前のセナーっていうのは、このラベルを使って一貫性の保証とか、まあ、壊れた時の復旧とかをやっていて、まあ、セダーのファイルシステムの構造が大体こんな感じになってるんですけど、まず一番上のレベルとしてファイルネームテーブルというファイルシステム上の全てのファイルの名前とヘッダー情報を保持している、ヘッダーへのアドレス、ヘッダーでのアドレスを保持しているツリーがあると。あれファイルネームがキーになった D3 になっています。ここで UID も記録されてるんですけど、これ UID ってユーザー ID じゃなくてユニークアイデンティファイアのことで多分今の時代の人がこれを読むと、論文を読むと容易に間違うような感じで、まあユニーク ID が書かれている、まあ iNode 番号みたいなもんですね、いわゆる。で、この B3 からヘッダーセクターのアドレスが書かれていて、ここにランテーブルっていうディスクのデータがどこに置いてあるか、ファイルのデータがどこに置いてあるか、ファイルサイズどれぐらいなのか、クリエイトタイム、この頃はタイムスタンプ、クリエイトタイムしかないですね。で、あとファイルネーム、まあここにもファイルネームが入ってるんですよ。こっちにも入ってるし、こっちにも入ってる。で、さらに、このランテーブルからデータが読めるっていうことになってます。で、さっき言ったラベルがこのヘッダーセクターとデータセクター全部にこうついて回っていて、これら全てに、ラベルがついていて、 UID、ページナンバー、これ何番目のページかっていうのと、ページタイプ、ヘッダーなのか、記領域なのか、データなのかっていうのが記録されているので、もしファイルシステムがぶっ壊れてもこのラベルのところをガーッと全部読んでくれば、時間はかかるけれども全てのデ、メタデータを復旧できるっていうことで、まあ、安心安全な設計がされていたわけですね。ところが、ドラゴンに移植することになって、トライデントのディスクを使わなくなりますと。で、トライデントっていうのはやっぱり当時でも特殊で、もうこれからはラベルなんかつけてらんねえよみたいな感じで、ということで、セダーをリデザインしてジャーナリングが導入されたということになっております。その作り変えるにあたって、まあ、ファイルシステムフォアドラゴンとかいう FSD とかの名前で書かれてるんですけど、全体的な設計もちょっと変わりまして、さっきと違ってヘッダーに、ランテーブルとかが載ってたんですけど、さっきはそれが、こっちのファイルネームテーブルに全部押し込められるようになってしまいました。で、メタデータなんかいわゆる iNode に書かれているようなやつも全部この B3 に入れられるようになってしまいました。で、まあ、ヘッダーは何を書いてるのかな、なんか UID とプリアンブルとチェックサムっていうのが書いてあるみたいな、まあ、データがここに書いてあるんですよ。プリアンブルオブランテーブル、チェックサムオブランテーブルと表に書いてあるだけで、それが何なのか本文中に記載が全くないので、この2つは不明ですね。で、まあ、こんな感じになっていて、ジャーナルは自体はなんかあんまり普通なので特に言うことはないです。ジャーナルはこんな風にやってできたんだな、まさかラベルなんていうものが昔のディスクにあったとはな、みたいなのが印象でした。で、その後のジャーナリングとかをすごく大雑把に言うと、まず2005年にレムジンっていう人たちがアイロンファイルシステムっていうので、まあ、チェックサムしないものは何をやってもダメと言って、チェックサムをしないファイルシステムはしないと言ったわけですが、その後の2013年またレムジンたちが、まあ、チェックサムとかディスクの拡張を使ってジャーナルを書き込む時のディスクの進行を減らせてめっちゃ速くなるよみたいなやつをやって、去年、最近だとAndroid とかで SQLite 乗ってて、 SQLite でもジャーナリングしてるし、さらにファイルシステムでもジャーナリングしてて、二次元ジャーナリングしててめっちゃ大変じゃないのみたいなことがあったんですけど、まあそんなに問題ないよみたいなことが、会社員とかから言われました。で、あさってぐらいから始まるファストっていうのがあるんですけど、それで、ノンボラタイムメモリーを使ってジャーナル早くするみたいなやつも出てます。あさってぐらいから論文読めるので見ましょう。はい。
その他、今日ファイルシステム壊れてないんですけど、スライドファクターの Emacs がセグウェイで何度も起動してる。Emacs コマンド叩いても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 立ち上がらなくて、なんか適当に何度も連動してたら急に起動してくれるとかなったりしてですね。なんか不思議なことが起こってるなみたいな感じになってて。ね、一回ログアウトしたら必ずセグウェイで落ちるようになるし、その後も何度もやってたら急に起動するみたいな。いや、メモリかみたいなことを思ってたりしたんですけど、結局のところ、Emacs と XIM のバグだということが分かりましたと。Emacs に XFNCC とかいうなんか X のインプットコンテキストにあってやってるやつがあるんですけど、まあ、これ、XGetIC バリュースという X の IM 情報を取ってくるところがあるんですね。でそこでエラーだと最初の問い合わせの属性名が変えるんですけど、こいつ全くそのエラーをチェックしてなくって、でここのニーレットに本来であればちゃんと属性のやつが入ってくるはずなんですよ。でそれを想定してるんですけど、エラーチェックは全くやってないから何も指していないっていうか、変なところを指しているニーレットっていうのを X フリーしてるから、ヌン。で、もともとなんでエラーが出るかっていうからなんですけど、IM セッティングスってやつのせいだということが分かりました。IM セッティングスっていうのは何かというと、まあ、今 Linux では UIM とか CITX とか IBUS とか CIM とかいろんな IM があって混沌としていると。だから IM セッティングスっていうのは俺が標準のレイヤーになって動的に切り替えられるようにするぞというやつなんですけど、こいつのせいで、まあ、死んでいたということで。で、まあなんか IM セッティングス XIM ってやつが途中で媒介して、ここら辺にこれ FCITX さんがいて、ここの媒介のところでなんかどっかで変なことが起きてうまく伝達できてないんだろうなみたいなことがよくわかりました。で、ソリューションとしては X モディファイアーズを FCITX に直接するか、まあ、そもそも言いまくせ日本語なんかは漢字直接入力で打てばいいということで殺せばいいよっていう話で、まとめやすジャーナリングの話を昔から今までサクッとしました。 IM セッティングスはダメでした。以上です。はい、ありがとうございました。次、鉄子が、はい、私、はい、じゃあデータブルが買いに行くのに俺は大きいだけでなければ